皆さん、こんにちは。アバンチュールです。セブンデイズブーダイ、アルファ20、前回の続きからやっていきます。前回はフェラルト探索会だったので、今回は作業メインでお送りします。さて、まずはお買い物をしましょう。ベターバーターを上げてから取引がセオリーですが、シークレット枠を確認しつつ、段階的に上げていきます。シークレット枠はスキルレベルによって、品揃えが変化するので、こうすれば何回か品定めをすることができる、というわけです。ちょいずるだけど、まあ前からできた下章はね。ちなみに、オタクメガネと併用して、知能スキルをレベル9で止めることで、確実に2回分のテーブルを見ることができる、というテクニックもあります。最初に発見した人は頭いいですよね。で画面の方は、未読スキル本から揃えてるところです。依然として、本棚のルートがかなり渋くなったのでね。欲を言えば、ケミステも欲しいところですが、この分だとお金足りなくなりそうです。まあ買えたら買うという方向でいきましょう。ドローンもください。そのうちポロッと出てきそうな気もしますが、新要素はなるはやでみたいですしね。ベターバーターをマックスにして、不要品を売ります。既読はバニラならほぼトレーダー行きですね。一応同一ワールドでマルチをやる予定があるなら、取っておく意味もあります。サイレンサー、未読本、チェーンソー等を購入しました。案の定ケミステは買えなかったっす。開始、購入。40,000 センペリカの散財。まあこれは、有益な使い方と言えるし、いいんじゃないかな。この後、どうにかして不足分のお金を工面できないかと、頑張ったんですが、まあ無理でしたね。拠点の前で、ドローンをテストしてみましょう。スタートアップシークエンスアクティベート。喋ったー。何これ。すごい。これが文明開化か。ドローンはドローンでも、シャベルドローンですよ。しかも指示を出せて、荷物も運べる。こりゃあセブンデイズのおかげで科学技術が10年は、進歩したんじゃないでしょうか。ロボットドローンは、自動でプレイヤーを追尾しつつ、援護射撃や、回復などの補助までしてくれるらしいです。またロボスレなどと同様、改造パーツを付けられるので、拡張性もそれなりにあります。これから頼もしい相棒になってくれそうですね。ただ聞くところによると、ドローン絡みで、データ破損などの危険な現象も起きているそうだ。もううるさい喋ってる途中でしょうが、なんだっけ、とにかくリスクがあるらしいです。その辺も加味しつつ、こまめなバックアップなど、対策を講じていきたいですね。試しに改造パーツを一つ作ったので、見てみましょう。効果見るの忘れてたわ。確認したところ、近くにいる間、スタミナ回復量を上げてくれるらしいっすよ。さて、次は木材集めをやりますか。さっき買ったチェーンソーがあるので、これを使って伐採していきます。雨なめて資源量ウープのおまけ付き。耳障りだと思うんで、音量下げときますね。いやー、こりゃ快適だ。ガソリン使うくらいなら、手斧の使った方が経済的じゃね、と思うかもですが、後者は後者でスタミナという燃料を使うので、本質的にはトレードオフです。まあチェーンソーもレベル1だと効率が悪いので、そのうち高品質のものを手に入れたいですね。離れにもう一つ植林場を作ってあるので、こっちも伐採します。木を切るのって、意外とストレス解消になるんですよね。で大王の気持ちがわかる気がします。伐採完了。作業続きだとちょっと飽きますね。松ぼっくりを植え直して、クエスト行きましょう。こちらのドーナツ屋さんを攻略していきます。この辺に、うまいミスドの屋台、来てるらしいっすよ。
バーニングシャフトはかっこいいんだけど、処理落ちする気がするので、外しておきます。見どころなかったのでバッサリカット。鉄鋼製コンボは本当に気持ちいい。天窓から下に降りるっぽいので、この辺漁っておりましょう。雰囲気がラッと変わったね。隣の警察署に入ったのかな？ここから難しくなってきそうな気配するので、引き締めていきましょう。もしもし、ポリスメン。署内に変態が2人いるんで来てほしいんですけど。気が狂ったハゲとキモデブの2人組です。あ、こっちで対処するからやっぱいいや。軽快な動きするじゃねえの。デブのくせに。膝ブラブラすなぁ、陣内智則。あ、ヒルドラでよく見るやつだ。こういうとこで一度、何度言ったらわかるんだ。俺はやってない、みたいなやりとりしてみたいね。視聴者の皆さんは今、なんで被害者目線なん、って思ってるでしょう。当たりましたね、これがメンタリズムです。なるほど、ここでマグショットみたいなの撮るんだね。こんな感じになってるのか。こんなことする人だとは思いませんでした。アバンチュールのファンやめます。螺旋階段で下に行きます。螺旋階段は生活拠点のインテリアの一つとして、優秀そうですね。お家作るときに覚えてたら使ってみましょう。あ、空間タックル。新技出たねー。おっと、やっべ、ちょっと捻挫怖かったけど飛び降りて正解でしたね。落ちてきたところを仕留めましょう。 OK、 ダウンコートか、これも欲しかった。雪山遠征のお供にしましょう。お、武器庫だ。うまみスポット来たこれ。ハズレだねー。先進みますか。うわー、めっちゃいるやん。気配の消し方がプロすぎるだろ。クエスト完了。お宝回収。ロックピックチャレンジいきます。あのさぁ、どうせ大したもん入ってないよ。報告行こうぜ。これは悩むなぁ。汎用性が高い、フルオート改造パーツにしとこうかな。12ゲージの在庫が潤沢にあるので。オートショットガンにつけて、トリガーハッピーができそうですね。クエスト消化はこの辺にして、次はお家の建築に行きましょう。お家の建設場所に着きました。一応土台だけ仮置きしておいたんで、ここから作っていくことにしましょう。急ぎじゃないし、今回は骨組みだけ作る感じでもいいかな。以前の実況では、大きめのログハウスを作りましたが、今回は見た目より、機能性を重視したお家を作ることにします。まだまだ先は長いので、名より実を取った方が、何かと良さそうなのでね。ここで言う実用性とは、徘徊ゾンビの処理機能、生産設備へのアクセスのしやすさ、資材庫のサイズと融通性、この3つを指します。口頭では伝わらないと思うので、
今後建築風景など交えつつお伝えしていければと思います。支柱と床はできたし、今日はもういいかな。モチベの続かなさに定評がある実況者です。車庫くらいは一応作っとこうかな。せっかく地下室用のドアがあるので地下に作りましょう。奥行きはこんなもんかねー。切り妻ブロックで車止めを作りましょう。ほい、客観的に見て、私ほんと切り妻ブロック好きですよねー。もう一種の中毒でしょこれ。で、これでは手狭すぎるので、もう少し拡張します。最後に車庫入れ。こすっちゃったけど、ゲームだからセーフ。ということで、今回は作業会でした。次は何するか決めてないので、録画進めながら考えときます。次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。